皆さんこんにちは。1月12日木曜9時スタート、就活家族きっとうまくいくでドラマデビューさせていただくことになりました中川千佳です。はい、幸せな生活を送る家族4人に突然思いもよらない事態が起こったことで、家族全員が就職活動をすることになるんですけど、それによって家族そのものも崩れていってしまうというかつてない展開のホームドラマです。はい、戸川香奈という役なんですけど、就職で失敗を繰り返していて、そんな時に悪徳就活塾に通うことになるんですけど、その中で内定を勝ち取るために悪戦苦闘する大学生の役です。まず初めて現場に行った時にスタッフさんの多さにすごいびっくりして、でもこれだけ多くのスタッフさんが関わってるんだなって思ったら、ドラマに対する思いも強くなりましたし、私自身もっと演技を頑張らなくちゃいけないなっていうふうに感じました。寒い現場での撮影の時に両手に北海道を持ってたんですけど、演技に集中していて、その北海道を持っていることを忘れていて、本番直前のギリギリになって近くにいたマネージャーさんに思いっきり投げちゃいました。就活家族きっとうまくいく、ぜひご覧ください。中川千佳でした。